はい、住幸太郎でございます。今日もですね、どこからかって言ったら、あれこの間もやってたじゃんっていうところからもう一度っていうか、今日で3回目のはずなんですよ、ここに来るのが。この角度で撮るのっていうのがね。で、なぜって言ったら、ここのホテル、まあ、なんていう、エッチホテルですよ。はい。の名前が、お花はんっていうすごくダサい名前なんですよ。あれとかって思ってたんだけれども、ほら、こないだ、まあ、ここら辺のですね、登録ボタンを押していただくと、過去の履歴がわかるので、お花大権現っていう単語を探してもらえると、そこがわかるんだと思うんだけれども、お花大権現っていうのが、この近所にあるんですよ。うん。で、いっぱいなんて、こういうのがですね、こういう感じで、並んでたりとかですね、イタリア語風に言うとおメイクをもうですね、いっぱいあったりするっていう、そんなご神体があるところなんだね。ああ、わかった。うん。お花藩っていう、そのダサい名前っていうのは、別になんてNHK の古い、ものすごい古い番組の名前とかじゃなくってっていうことなんだよ。NHK のすごい古い番組のお花藩っていうやつかなとか思ってたんだけども、そうじゃなくって、多分ね、経営者に聞いてないけども多分お花藩っていうのはそのお花大権現から来てるんじゃないかっていうことがはたと思ったので、で、まあ説明の意味も込めて、もし間違ってたらごめんね。経営者の人、お花藩の経営者ですっていう風に、入れてほしいです。本当は NHK の古いドラマなんですよとかっていうのを、間違ってんじゃんとか、合ってるよとかっていうのを送ってもらえるとすごく嬉しいんだけど、多分見ないと思います。はい。なので、こちらをですね、見たび、成敗しようと思うわけでございます。で、今日はですね、もうあらかじめ仕込んどきました。で、ペンネーム山田さんから、違う、杉谷さんだ。杉谷さんの単語だよ。あったのが、その、スラックスを履いて、昨日はヒップスラストとか、違う、腕立て伏せをやったんだけども、その時に、なんかスラックスの形状から、まあ、私のおちんちんの形が類推できるようになったと。うん。もうエスパーだよね、こうなると。だから私が例えばその水着のグラビアを見るときに股間に一本の筋を見つけるかのごとく、その杉谷さんはって言ったら、何を見つけたかって言ったら、私の何の形を、ああこんな形してんのねとかっていうのを、だいたいこんぐらいの寸法ねとかっていうのをですね、こんぐらいだよ重量寸法としては。だから、そこのところが、まあ、気になったのかな、とか。で、残念なことに、今日はジャージでございますよ。はい。形わかりません。しかもですね、もうすでに仕込んでありますんで、彼を。犬くんを仕込んでありますんで。はい。まずは、シップスラスト10回から行ってみましょう。1、2、3、4、5。もうこれでね、何かって言ったら、今画面の向こうで杉谷さんがですね、なんてこったと、おティッシュ用意しとんだぞと、俺のティッシュ返せやというぐらいの勢いで、もう身もだえしてる姿っていうのを勝手に想像しとるわけですよね。まあそんな感じだ。では伊達政宗公と成り代わり、そしてこのホテルお花藩を成敗しようと。お花藩ってね、本当に普通つけない名前だもんな。今日なんかいいわけ。行ってみるよ。お花藩を、私なめでお花藩。
あれ？ダメ。なんでだろう。お花藩の謎が解けた途端に数が減って50ですよ。あれ？なんで？お花大権現でわしキーホルダーも買ったよ。700円のやつ。うん。おちんちんとおめこの形のなんか飾りのついたやつ。全然ご利益ねえじゃん。ということでですね、お花大権現寺が、ホテルお花藩前より皆様にお送りしました。なんかだんだん内容がですね、大人の子守歌みたいな、そんな内容になってきたかなと思いますが、それに対してのご意見ご感想、だー、熱分頼むよ。ほんで、あー、お花大権現ってあったね、とかって、グッドとかって。で、バーカ違うよ、べーっていうボタンとかですね。あと、こちらの登録ボタンっていうのを押してもらうと、過去のバックナンバーがガーって見えますんで、在庫が200個ぐらいあると思うんで、当分飽きないと思いますんで、はい。なので、ここボタンをですね、ポチッと押していただけたらと思います。押すときにポチッとだって言いながら押すっていうのもおつかましないんで、はいはい。ではでは、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。シャバドビアバ、シャバドビアダバダバ、ダーッ。